いよいよ来たんだね、この時が。はい、ここで生徒会長を倒すことができれば、私たちの正しさを証明することができます。頑張りましょう。やはり来たか、生徒会に歯向かう愚か者どもめ。副会長、それについにここまでたどり着いたか、サイドゼロだが、生徒会の一員としてお前たちを通すわけにはいかない。私たちを倒さずして生徒会長に会えると思うな。ええ、涼子、あなたとたもとを分かったこの一年で、私がどれだけ成長できたか、その目でしっかりと見届けて。もはやこれ以上語る言葉などあるまい。ガンプラバトルに必要なのは絶対的な強さ、弱者はただそれだけで悪だ。その事実から目を背け続ける貴様たちに、この俺が負けることなどありえない。 いえ、そうじゃない。バトルを楽しむ心、誰かを信頼する思いが私たちを強くするの。ついにやってきました、この一戦。怒涛無双の快進撃を続けるサイドゼロと、副会長率いる生徒会精鋭部隊のバトル。この緊迫のバトルは、実況を私シャクのリンコが放送部の独占生配信にてお送りします。さあ、ガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨戦となるこの戦い、果たしてどちらにその軍配は上がるのか。それではガンプラバトル、レディーゴを乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。好きな機体はビクトリーガンダム。シャクのリンコが今日も実況をお届けいたします。かかってきなさい、戦い方を教えてあげる。第三勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。このクエストは我らが取らせていただく。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めているとき。遅い、止まって見えるわ。さあ、何を確認。これより破壊するわ。
負けていられません。貴様らも良かった。勇気が相手をするまでもない。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めている。と教えなさい、仕組みなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。プレイヤー6撃破されました。プレイヤー4撃破されました。
個々のスペックでは明らかにこちらが圧倒していた。なのになぜ？確かに私たち一人一人は小さな力かもしれない。あなたの言う絶対的な強さはないかもしれない。でも私たちには仲間がいる。信じて背中を預けられる戦友が。あなたたちはどう？一緒に戦った仲間を、隣にいる誰かを本当に信頼できている？仲間と信頼し合うこと、それがお前たちの強さか。信じているからこそ任せるべきを任せられる。ありのままの自分を受け止めてくれる。それが実力以上の力につながる。そう、それが私たちサイドゼロのチームワークよね。仲間を信じたからこそか。私にはできなかったことだ、涼子。せめて少しでも良い方向にと思い生徒会に残ったが、私では何も変えられなかった。ユイ、私はあの時お前を信じられなかった。最後までお前を信じてついていくべきだったんだ。すまなかったな。うん、私こそもっと涼子と向き合うべきだった。私の方こそごめん。あなたの学園を思う気持ちに気づいてあげられなくて。涼子も頑張ってたんだよね。私ね、涼子、また一緒にガンプラバトルがしたいよ。そうだな、私もだ。信頼、仲間を思う気持ちだと。そんなもので強くなれるのなら、俺は、勇気は。副会長、彼らに託してみるのはどうだろうか。何？彼らならば生徒会長の渇望を救えるかもしれない。少なくとも私はその可能性があると思う。そうだな、貴様らの強さは悔しいが本物だ。ならばその言葉が勇気に、生徒会長に届くかもしれん。これが生徒会室のカードキーだ。行け、サイドゼロ。何？最後まで見届けろと、そういうのか。確かに私たちは最後まで生徒会長に従った者としてその責任があるか。そうだな、貴様らが勇気とどう戦うのか俺も見てみたい。涼子、一緒に戦いましょう。ユイ、しかし私は生徒会の。そんなの関係ない。だって涼子もこの学園を良くしようと頑張ってたんでしょ。だったら気持ちは私たちと同じ。1年前から変わらない私たちの仲間よ。そうか、分かった。お前がそう言ってくれるのなら、私にできることを精一杯務めさせてもらう。うん、それじゃあ行きましょう、生徒会室に。準備はいいな？ええ、私たちは必ずこの学園の自由を取り戻す。準備はできています、行きましょう。私はサイドゼロの一員としては新参だが、ここは先輩の意地の見せ所だな。はい、勝ちましょう、サイドゼロのみんなで。やあ、待っていたよ。
サイドゼロのみんな。あの人が。そうだ、現生徒会長椎名勇気だ。あ、なんだかおまけまでついてきてるみたいだね。勇気、俺は弱い者にはこの生徒会室に入る資格がない。そう言ってたのは君じゃないか、大輔。まあいいや、そんなことはどうでもいいのさ。今日はとてもいい日だ。だってこんなにも強いビルダーが集まったんだから、君たちはどれくらい僕を楽しませられるのかな。ひどい。それがあなたのために戦った仲間に対する態度なの？何をそんなに怒っているんだい。ああ、もしかして大輔が僕の仲間だと。僕には仲間なんていない。ずっと一人で戦ってきた。だってその方が強いからね。え？でも学園の公式戦は G 級部なのに。それが生徒会長が最強であるゆえんだ。彼は一人で戦える。意思疎通も何も必要なく完璧な連携を行えるんだ。ひどいな、大鳥さん、先にネタバラシしちゃうなんて。ああでも今の君は悪くないね。まるで一年前の僕に歯向かってきた頃のようだ。そう、君はあの頃の方が面白かった。変わった。戻った理由は何かな。賞賛が見えて欲が出たのかな。否定はしない。サイドゼロが、彼が現れなければ私が再びあなたに立ち向かうことはできなかっただろう。つまり信頼とかそういう精神的なものか。残念だな。何か作戦があるのかと期待したのに。その期待が裏切られることはない。保証しよう。彼らはあなたが思っているよりもずっと強い。それは願ってもないことだ。さあそろそろ始めようか。サイドゼロのリーダー君、僕の準備は終わっているよ。そう来なくっちゃ。ついにやってきました、大一番。反抗の旗印サイドゼロ VS 生徒会長率いるラプラスネスト。この学園の未来を決めるバトルが今始まります。正直生徒会室に突貫するのは死ぬほど勇気が必要でしたが、ご安心ください。放送部は全ての G 級部バトルを従前に学園中へお届けいたします。泣いても笑ってもこれが最後の決戦です。さあそれでは白熱のガンプラバトルにレディーゴサイドゼロ、気取った名前だ。その名の通り今すぐゼロに、無に返してあげよう。好きな機体はビクトリーガンダム。シャクのリンコが今日も実況をお届けいたします。私は私の誇りのために、まだ少し駆け引きは必要ない。さあ戦おうよ。マルイが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めている。私は逃げも隠れもしない。さあかかってください。プレイヤー5撃破されました。
うせ願えるかな。プレイヤー6撃破されました。討伐ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。クエスト開始だ。さあお前ならここからどう。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。この程度のクエスト造作もないな。次に行こう。ポッポ遅い。プレイヤー4撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。出会わせ願えるかな。